まああれだね、他の機器と一緒だよね、ディスク最初にねカセット刺さってもらえばねそちらの方を読み込みに行きますよね。じゃあちょっとまあ電源が入ったっていうのでカセットを入れてもう一回電源入れてみたいと思います。スタークルーザーこれね結構面白いんですよ。じゃあ行きます。お一発起動、おいいねいいね、オッケー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 。じゃあ問題はねメガ C、ま、メガ CD の方だね、ディスク読み込みできませんでしたっていう感じなんでね、今回はねジャンク詐欺ジャンク詐欺って、がっかりすることでジャンク詐欺であってもくれって感じだよね。確認はファイナルファイト、CD ですね、メガ CD 版のやつですね。ちょっと若干ね音声がねちょっとアーケードと違うっていうので他はね結構移植具合がいいらしいんだけどちょっとここがねちょっと残念とかっていうやつですね。メガ CD2 どんぐらいだろう3000ぐらいで今そうなのかな。じゃあこれいってやつ、じゃあスイッチ緊張すんな、動いてほしいんだよ動いてほしいんだよ今回は。じゃあスイッチオン、読み込みはいってるいってる、ディスクチェック中。はい、よしです。今回はワンダーメガ買ってきました。ハードオフでハードオフで買ってきましたよ。こんな感じですね。ワンダーメガ、これは23年12月18日に入荷のやつですね。電源入りました。ディスク読み込みません。本体のみ4万4000円ですね。これなんか見てみたらね、なんかワイヤレスパッドが、初期で、同梱されてるらしいんですよね。そのワイヤレスパッドが、いや、メルカリで見てみたら1万8000円ぐらいですね。結構高いですね。で、最安値でぐらいで購入されてたのを見たら、履歴見たら9800円、まあ1万円ぐらいはするかなみたいな感じですよね。なんで、まあちょっとそれはね、そのうちと手に入れたいかなと思って、で、AC アダプターもね、かなりね、足元見られててね、1万5000円ぐらいなんですよ。なんで、まあ1万5000円 AC アダプターはちょっとなかなか難しいですけども、まあこれ AC アダプターついてないんですけども、まあ純正できれば欲しいですよね。で、1万5000円、まあ5000円くらいだったらば、ちょっと安かったらちょっと見かけたらちょっと買おうかなと思ってます。まあとりあえず本体がね4万4000で買いました。で、相場どのぐらいなんだろう。ワンダーメガ2、これワンダーメガなんだけどワンダーメガ2なのよね。ワンダーメガが最初発売されてセガとビクターからほぼ同時期ぐらいにワンダーメガ1が発売されて、その翌年にねちょっと廉価版的な感じでちょっとミディのやつですね。なんか作曲とかするやつなんですかね、よくわかんないですけども、だからその端子が省略されて、まあちょっと値段も下がって6万円ぐらいで発売されたみたいな感じですね。で、相場の方がわかんないんだよね、これそんなに売れてる台数、売れたものじゃないと思うんで、まあいいねみたいなところはありますよね。状態とか、あとは付属品揃ってるとか箱が付いてるとか、多分そういうのでいいね的なところはあると思うんだけども、だいたいおおよそどのぐらいだろう、ジャンクでやっぱこのぐらいなのかな、5万以下ぐらいかな、ジャンクの状態で本体のみでね。で、動いてたりすると、まあでもジャンクの状態でも8万ぐらいで、やっぱ表面のね傷が少ないとかそういった状態で8万7、8万ぐらいで取引されてる例もちょっと見かけたりとか、あとはまあ付属品とかついて箱割りだとすると15、6万ぐらいとかあったりとかで、先日ハードオフで見た時には付属品ありで箱なしでやっぱ16万ぐらいでちょっと見かけましたね。まあ店売りだからねちょっと高いかもしれないけど、まああれだよね、まあこの状態でまあ5万ぐらいはするのは普通適正価格かなみたいな、まあ4万円ぐらいだったらね、ちょっと店売り4万ぐらいだったらちょっと安いかなとかっていう感じと、あと外装がね結構綺麗だったね。ちょっと傷は一部あるんだけども割と綺麗なのよ。で、ホコリとかもそんなになくて、割と大切に保管されてたような雰囲気があるんだよね。だから今回ちょっと買ったんだけども、やっぱね、ちょっと値段高いものはね、汚いもの買いたくないよね。なんでちょっとこれ買ったので、今日はね、これちょっと動作確認してみたいと思います。一応ちょっと状態の確認は、電源は入るみたいです。ディスク読み込みません。まあカセットの方が多分、できたんだと思うんですけど、まあ本体のみで、で、今回はね、
AC アダプターちょっとなかったので、まあなんかあのこれ 9.5 ボルトって書いてあるんだよね。 9.5 ボルト、これね10ボルトだから、まあボルト的にはねそんなにいいかなと思って、これセンタープラスなので、これもセンタープラスなので、これメガドラ2のやつかな、メガドラ2の SA190 って AC アダプターなので、センタープラスだからまあ壊れることはない。でアンペアがどうも調べてみたら 1.2 アンペアだったので、850はちょっと少ないんだけども、まあ動作確認どうだろう、 CD ロムロはもしかしたらちょっと立ち上がらないっていう感じになるかもしれないんですけども、あの全体システム的にね800ミリアンペアぐらいで動いてて、あのアンペアってちょっと多めにちょっとね流しても全然問題ないんですよね。あのその機器に合ったアンペアにちょうど調整されるので、もしかしたら 1.2 アンペアってかなりね上振れにちょっと取ってるんじゃないかなって言ってるのをちょっと予想して、これでちょっとあの動作確認してみて、850mAh、 まあもしかしたら CD ロムね、きちんとした動作確認できないかもしれない。まあちょっとこれでやってみたいと。もしダメだったらね、あの N リンゴさんがねなんかあの大回 ACアタクターのやつでちょっと動画じゃなくてあのサイトの方ちょっと参考にさせていただいたんですけども、あのソニーのパソコン用の AC アタクターかな、なんかそれがなあのメルカリで見てみたら1200円ぐらい売ってたのでちょっと買ったので、後日ねまあ一つの動画の中にまとめると思いますけども、それでちょっとあの正式な動作確認、もしくはこれで動いちゃったらねこれでもう OK にしちゃうんですけども、一応そんな感じです。それでちょっと動作確認ですね。でワンダーメガ、あの基本的なスペックがどうなのみたいな感じだと思うんだけども、まあちょっと端子の方から見てみましょうか。まあここにところにね、あの無線コントロールパッドのねあの受信部があります。コントロールパッドが、標準装備なんでね、それでちょっとできるみたいな感じで、まあコードが煩わしくないっていうのはいいですよね。であとこの頃にイヤホン端子ですね、ボリューム調整がついてて、あとこっちのやつはねなんかマイク端子らしいんだよね。マイクが2本刺さって、なんかカラオケができるみたいですね。マイクのボリューム、エコーもかけられる、すごいよねゲーム機でエコーかけられるんだよマイクのやつで。であとはまああの無線のコントロールパッドを使わない場合には、この後ろのところね、後ろのところこのコントロールパッドの端子、アナログじゃなくてあの有線のやつね、ちょっと挿せば使えるみたいなので、 AC アダプターで 9.5V センタープラスです。でなんといってもね、ワンダーメガのやつはねこれ、まあ、コンポジットはまあ当然なんだけども、 S 端子がついてるのよこれすごくない？純正で S 端子ついてて、でこっちは RF のやつがついてるんだよね。でなんだろう、メガドライブってね音声に問題があるのよ。初代のメガドライブ、初代のメガドライブはこれなんだけども、これねアナログなのよ、アナログ音声なのよ。あ、アナログちゃうとモノラル音声なの、モノラル音声でステレオ音源じゃないんだよね。でこっちのねメガドラ2はこれステレオなんだけども、なんかこのサイズに収めちゃったがためになのかな、ちょっと細かなところは分かんないけど、まあメガドラ1このサイズ、このサイズに収めちゃったからノイズがね結構乗っかっちゃうんだってさ。でちょっと残念だよね。でメガドライブの純正のあのセガのやつっていうのはまあそんな感じですよ。モノラル音声にノイズが乗らないタイプはモノラル音源で、ステレオのやつはもうあのノイズが乗っかっちゃうみたいな感じなので、その不満点をねこのワンダーメガはね、あの音響機器メーカーのビクターが作ったってことであって、なんかノイズが少ないらしいのよね。でおい、ちゃんとステレオ音源になってるっていうのと、あとプラス改造無改造で S 端子が取り出せるっていうの、あのメガドラ1とメガドラ2は S 端子はあのないんですけども、なんかネットで調べてみたら、いろんな有志の人がねちょっと改造をしてね S 端子をつけるような感じの改造を施したりするのは見かけるんですけども、自分的にはねそういった改造したくないのよね。外装のところとかね、あとベッドのやつをちょっと基板ひっつけたりとかしなくちゃいけないんでね、ちょっとあの純正のままでねちょっと保管したいっていう気持ちがあるんでね、これ純正の状態で S 端子があるのはすごいいい、もうそれに尽きるよね。であとね、まあダメな点はね結構あるんだけど、あ、ダメな点じゃないな、まだいい点はあります。ちっちゃい。でこれがメガドライブ2のあれだね、こんだけ違うね。ちょっと待って、こんな感じでねちょっと引きでやると、サイズがねこんなに違うのよ、こんなに違うのよ、ちょっと待って、こんなに違うのよ、こんなに。
で、このサイズの違いがね、すごいいいっていうのは、なんだろう、うちはね、ホームセンターで売ってる三段ボックスってあるじゃないですか、カラーボックス。あれでゲーム機をね、テレビのところにちょっと置いてたりするんだけども、まあ結構そういう感じで、ゲーム機収納、なんですか、常設でね、設置してる場合に設置してる方いらっしゃるかと思うんだけども、やっぱりね、3段のやつでね、そうやって設置する場合にはね、できないとなるとね、裏にしまっちゃうわけよ。やるときに出せばいいやみたいな感じで、馴染みがないハードになっちゃうんだよね。で、自分の場合は、メガ CD のやつね、このメガ CD2 しかないので、全然遊ぶ機会がないんだよね、それがためにね。でも、これならばね、カラーボックスの裏にね、収納できるんでね、常設で置けるんで、バリバリね、遊べるかな、みたいな感じになりました。まあ、なりましたと言っても、まだね、動くかどうか分かんないんでね。で、ちょっとダメな点。周辺機器が、結構ダメっすね。これ、ギガアダプターだね。これね、刺さらない。あ、しまった。傷ついちゃうやだ。こんな感じで刺さらない。あ、ちょっと待って。こんな感じでね、当たっちゃうのよ、ここ。ここが当たっちゃうの、ここね。ここが当たっちゃう。で、これは刺さりません。まあ、これはね、これはまあ、いいとしよう。で、あとはね、32X、これね、刺さります。よっしゃーとか思うんだけども、CD が開かなくなっちゃう。で、ここがね、微妙に出っ張るね。これもしかしたら、カラーボックス入んないんじゃない？まあ、この状態で遊ぶ人いないと思うんだけどね、こんな感じの格好はね、ちょっと格好悪いんで、これはね、メガドライブに差して使おうかなと思ってますよ。でね、公式でね、これなんか発売した時期あたりに、このマンダーメガっていうの発売されたらしくてね、改造を施してくれるサービスがあったらしいんだよね。で、それがね、確認したのは、ネットの情報で確認した2011年まで、サービスしてたのはちょっと確認したので、その後のやつはね、ちょっと確認しないです。もしかしたらね、パーツが待つで、今もうやってくれないかなとは思うんだけども、2011年でやってて、さらに12年後やってるかって、まあやってないだろうねって感じなんで、ネットでね、サービスの窓口いろいろ調べてみたら出てこないんでね、受付のところもね、部署ももうないんじゃないかなっていう感じですね。ちょっとまあ、それ無理なんだけども、なんかその改造施されてるの、ここのね、蓋を交換してるらしいんですよ。これ、こうなると当たっちゃうじゃないですか。ここ当たるじゃないですか。ここのところがね、切れてるらしいんだよね。切れてる。で、これが、分離して、こう開くんで、この 32X 刺した状態でも使えるみたいな感じなんだよ。でもね、32X ね、これね、S 端子の出力できないんだよね。だからまあ、配線もね、使うためにね、こういったの配線をね、ちょっといちいちしなくちゃいけないとかっていうのあるからね。まあこれ 32X はいいじゃない。でもね、改造できたら改造してもらいたいよ。しかもね、なんかその同時期ね、コントロールのそのワイヤレスパッドが4400円ぐらいで買えたらしいんだよね、一緒にね。だけど、ちょっとそれができないっていうのでね、ちょっと今はね、ちょっと中古で出てくるやつを探し続けるしかないと。まあ、とりあえず、今日はこのワンダーメガ2の方ね、動作確認ちょっとしてみたいと思います。じゃあちょっと配線してね、ちょっと、動作確認してみます。はい、じゃあちょっと配線しましたので、まあ電源はね、入りました。なんで入ると思います。じゃあ電源ボタン押します。お、立ち上がった。ディスクチェック中、ディスク入れてください。まああれだね、他の機器と一緒だね。ディスク入って、最初にね、カセット刺さってもらえばね、そちらの方読み込みに行きますよね。じゃあちょっとまあ電源が入ったっていうので、カセットを入れてもう一回電源入れてみたいと思います。スタークルーザー、これね、結構面白いんですよ。じゃあ、行きます。お、一発起動。お、いいね。OK。まあ普通にゲームできそうっすね。まあ、ここまではね、ハードオークさんの方でね、動作確認してるはずなんで。あ、はい。じゃあ、これはカセットの方は OK です。じゃあ、問題はね、メガ CD の方だね、ディスク読み込みできませんでしたっていう感じなんでね。今回はね、ジャンク詐欺って、がっかりすることに、ジャンク詐欺であってもくれって感じだよね。確認は、
ファイナルファイト、CD ですね、メガ CD 版のやつですね。ちょっと若干ね、あの音声がね、ちょっとあのアーケードで違うというのでは、他はね結構移植具合がいいらしいんだけど、ちょっとそこがねちょっと残念とかっていう話のやつですね。メガ CD2 どのぐらいだろう、3000円ぐらいで今そうなのかな。じゃあこれでやす、じゃあスイッチ緊張すんな、動いてほしいんだよ、動いてほしいんだよ今回は。じゃあスイッチオン。読み込みはいってるいってる、ディスクチェック中。ボタン入れっか。長い長い。お、あ、あ、え、ちょっと待って、これは何、これはデフォルトだとこうなのかな。なんか普通ね、セガサターンとかっていうのは普通にゲームに行くんだけどもね、これあれで音楽機器的なところもあるから、コナーがねゲームとミュージックで分かれてる。まあゲームちょっと押してみますね。ちょっと猫の毛が。押しやす、いけ、来た来た来たぞ。画面来い、画面来た、来てる来てる。これゲームできちゃう。850mAでもいけんのか。でもまああれだな、余裕持って 1.2A のやつでやった方がいいよね。来た来た、ゲーム普通に立ち上がったよ。ゲームも普通に、ゲームパッドも効くね。おー、これさ当時さスーパーファミコン版のやつが移植具合が良かったんだけどさ、これガイが使えなかった、ガイじゃねえ、これなんだっけ、ガイか、ガイが使えなかったんだよね。で当時さ、このファイナルファイトをガイを使えるようにやるのには、まあファイナルファイトガイを買うか、もしくはこのメガ CD 版のやつだよね。これは3人でできるからね、3人から選べるからね。これ当時ストリートファイターとか流行ってたあたり、ちょっと前ぐらいだったよね。おっしゃー、おっしゃとりあえず OK でしょう。ゲームもちゃんとできますね。 OK です。一応こんな感じでね、今回は、ワンダーメガの方ですね、購入品紹介と動作確認してみました。まあね、壊れてたりとかしたらね、ちょっと修理とかしようかなと思って、そのうちね、ちょっとメンテナンスとかね、するかもしれないんですけども、一応今回は、一応こんな感じでおしまいみたいな感じです。まあ、これだけのね、金額だからね、さすがにね、ちょっとね、なんだろう、ジャンク詐欺みたいな感じでね、ジャンク品、ジャンカーはね、ジャンク品求めて買ってるんで、壊れてないとね、修理できないで動画的にネタに困っちゃうみたいな感じのところあるんですけども、やっぱね、ちょっと高額商品だとね、ちょっとできればね、壊れてないっていうのはね、ちょっと嬉しかったりするんですよね。なんで今回はね、かなりちょっと嬉しいかな、みたいな感じですね。で、まあ、こんな感じで、いつもはやっております。まあ、修理動画ですとか、そういうのをメインにね、ちょっと長尺動画の方をやっております。こんな感じのチャンネルなんですけどもね、チャンネル登録、グッドボタンしていただけるとですね、非常に励みになりますんで、ぜひぜひですね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。また、頑張って動画作りますんで、ぜひ見に来てください。ではまた。